せーの、小原ビーズです。はい、みんな大好き UberEats を使った企画をしたいと思います。みんな大好きなのかな、果たして。 UberEats 早食い競争をしていきたいと思います。で、なんで UberEats 早食い競争って何ってなりはまず。でも前回一回やったことがあって、お互いここの、スタジオなんですけど、ここから UberEats を好きなもの頼むんですよ、はい、で、頼んだところからスタートだから、配達員さんとの勝手に協力するっていう。そうだから、配達員さんがこう寄り道をせず受け取って、すぐここに来たらうちらもすぐ始めれるから、食べ物単体だけを早食いじゃなくて、注文してから食べ終わるところまでっていうこう規模でも、距離とかもあるから、スタジオから近いお店ほどこうすぐ出来上がってすぐ運んでもらえるから、距離とか食べ物とか結構いろいろ考慮しながら早食い、いろんなちょっと今から注文をね、早速おのおの頼んでいきましょう。何系いこうかな。黙って選べんか、貴様。そなたといいな。そなたは美しい。チャラララン。そなた。冬のそなた。見たことない。俺もない。ないんかい。そう、早くして。もう決まったから。いえや。ちょっとなんちょ。見んとって。見ていいから。何頼んだか言わんとこ、まだ。ああ、なるほどね。車で言わんとこ。あ、オッケー。でもかぶってたらどうしよう。かぶっちゃった。わーい。わーい。じゃあ、かぶってたらあんたがデッカちゃんと同じ髪の毛にするっていうなんで俺だけなの。じゃあ一緒、2人でこれで同じものかぶってたら2人ともデッカちゃんの髪型。どんなんやねん。カートに入れました。いくよ。はい、いくよ。せーの。注文して。あ、まだ注文するか。いくよ。え、もうした。ここそうやって。せこいって。注文するって言ったやん、今。段階があるから。スタート。オッケー。はい、よし、ということで頑張りよ、あんた。え、ちなみにいくら値段は992円。はあ、値段2倍なんだけど1700円。高っ。何食べるつもり。ジンジンはカレーハウスここ一番で、クリームコロッケとスクランブルエッグのセットのカレーに、あーね、カレーね。ちょっとメンチカツ食べたいの。めっちゃ食べるやん、やば。早食いやでこれ。まあいいねんけど、私はマクドナルドでベーコンレタスバーガーのセット、サイドメニューはコーンにしました。スイートコーンとアップルジュース。イエイエイ。不謹慎やけど、あんたの配達員さんがこうこけたりとか、こうどっかでこけたりトイレとかお腹下しましたとかやったら、うちの方がちょっと。確かに。でもお腹下すことはちょっと今はやめていただいて、よかったらトイレが済んで全然スタジオのトイレ使っていただいて。なんでなんで。あ、どうぞ、すいません、どうですか。ちなみに到着予定時間、はい、私2時20分、2時15分。あ、でもいい、めっちゃよくない。いいよ。僅差。田中が5分差で早めに来る予定時間。配達員さん頑張って、ファイトだよ。早く頑張りよ。頑張るぞみたいな。あ、来たよ。待って、何。りょうさん頑張って。イケメン。すごい素敵なおじさまです。あ、ほんま。おじさま、ほら。ああ、なんかいいパパそう。確かに。りょうさんファイトだよ。早く。りょうさん頑張って。ちょっと遠いかもしれんけどよろしくね。到着予定時間変動するからね。前の時やった時も、なんかこんなん。そうめっちゃ接戦やった気する前。待って、出ないんだけど人。まだ準備してんな。ご注文を準備します。あ、私りょうさんピックアップ向かってる今。待って、りょうさんファイト。りょうさん、あんたちょっとゲーセン近くにあるから、ゲーセン行ってき。自転車こぐのしんどいやろうけど、暑いかもせんけど頑張ってここまではもう足を止めず、こうすごい5分縮まった。待って、2時10分になった。嬉しい。早く。これ無理やって。じゃあファイト。あ、ファイト。10分差開いた。嬉しい。前見て、後ろ見て、横見てしっかり見や。もうあと3分で来る。え、早っ。優秀。素晴らじゃん。栄光をたたえます。本当に表彰状用意しとこうかな。あと1分後に到着って書いてるよ。だってほんまに。だってマックやもん。そんなんじゃあ、あんたマック頼むからかって。2人であれやけど、デッカちゃんやったけど、もしマック頼んでたらな。だってじいちゃんと13分もあんねんで。鍵を。あ、来た。りょうさん誰？浩平さん。優しそうな男性だよ、浩平さん。来たよ。りょうさん、ありがとうございました。ありがとう大地、ありがとう太陽、命をありがとう。いただきます。こんなに余裕があるんやったらちゃんとやれや。あ、そうや。なんか落ちたし、ほんでもう。コーンの汁。ただきます。なんね、お前さ、もうちょっと待ちや。おいしい。みんな見て、ほんまに。可愛い。可愛い。さすがに可愛い。小林さん。ちょっと立ちすくんでんで。あ、迷ってはるんちゃう。あの電話で教えてあげたら。あの道案内します。浩平さんが今料理受け取るのを待ってんね。だからもうちょっとゆっくり食べろよ。ちなみに浩平さんどんな人？あ、浩平さんこんな人で優しい方。家がすごい綺麗で、独身やけど。え、独身か、絶対奥さんあるから。あ、まあまあまあ、でもどっちやろうな、浩平さん。娘さん二人かよ。走ったよ。走る走る浩平さん。あと4分後にやったよ。から受け取ってからすぐこう2分減ったってことだと強いな。位置情報でね、今どういうふうに動いてらっしゃるか見れるんですけど、浩平さんちょっとぼーっとしてるかな、大丈夫そう？早くなんか、あ、いいいい、めっちゃ進むやん、一気に。びっくりした。おお、え、浩平さんめっちゃ優秀。なんか早くなった。早い。あと1分。やばい、ちょっとやばくなってきた。浩平さんもすぐそこに来てる。あ、置くで。3、2、1、はい。せーのでね、せーの。好きだね。おめでとう。おめでとうね。タイミングナイス。あ、そうだね。多分浩平さんにタイミングナイスってところ多分聞こえた。はにゃーって顔しちゃったね。れいちゃん。急ぎや。やっと来たよ。めちゃくちゃ多ない。違えた。まあ、ちょっとご飯少なめなんで。わお、すごいな。じゃあ私は本を持ってきます。それでは、ありがとう大地、ありがとう太陽、命をありがとう、いただきます。いただいてます。みんなこれ美味しそう。いや、美味しそう。見せてあげる。あとこんだけやで。あとこんだけです、私。ラスト？ラスト？はい、いきます。まだアップルジュースあるから大丈夫やで。はい、もうないです。ごちそうさまでした。なんかさ、これ早食いやねんけどさ、まあ、私が買ったわけやんか。それ関係なく、ほんまにカレー美味しそう。変わってくるって、あんたがそんないらんこと言ったら。メンチカツジューシーな感じで優しくものって。美味しそう、いいな。思ってないけど、ほんまに美味しそう。それだけはいらんわ。美味しそうね。っていう感じで、今回は私の勝ちです。ありがとうね。じゃあ、みんなも友達とよかったらやってみてください。はい。え？せーの、はい、頑張れとか言って新しい遊びやで、どう？はい、じゃあ、UberEatsの皆さんありがとうございました。これは、妖怪や。じゃあね、田中顔ちゃん間違えた。谷間見えてた。いやいや、ハレンチな女。いい加減にしてほしい。じゃあね。いやいや、ここツンツンされることにまずなんか言えよ。あんたにそれなんかはいやっつってるやろ。あんたが触っても。あんたが私の体を触ったところではい。おいはい。